あ、どうもキンコリーです。どうもはじめまして。どうもこんにちは、キンコリーです。はじめましてなんですけどもね、ちょっと待ってくれ、すいません、今のね帽子が取れちゃったんですけどね、ここは SNS は勘弁してください。見なかったことにしてください。まだねカミングアウトしないんで、はい、まずはね自己紹介をねさせていただければと思うんですけど、我々東京の墨田区の、錦糸町というところからやってまいりました、キンボリーでございます。よろしくお願いします。鼻息ね、彦根、ね、初めてですけどもね、我々ね錦糸町という町 の、 あの情報サイトやってまして、こう見えてもキンボリー探偵でございまして、町をいつもね調査してるんですよ、はい、キンボリー見たことある人いらっしゃいます、はい、ありますありがとうございます。10分の1回手挙がりましたけどね、ありがとうございます、まあ、彦根、ね、初めてなんでね、まずはじゃあ挨拶しましょうか、皆さんこんにちは、キンボリーです。あなたさ、こんにちはじゃないよ、あなたの挨拶ボリースでしょ。そう、ボリースっていう挨拶があります。何やってんの。なんで今日は彦根、ね、初めてなんでボリの挨拶はちょっとみんなでできればなと思うんですけれど、キンボリ挨拶ありまして、はい、こんにちはって言ったの忘れてください。はい、ボリースって言うんですよ。で、キンボリがボリースって言いますんで、皆さんもボリースって返していただきたいんですよね。結構ね今日人いますんでね、恥ずかしがらずに大きい声でお願いします。みんなでやれば大丈夫ですか。これが大きい声でできないと5分間挨拶で終わっちゃいますから、やめてください、やめてください、やりましょう、早くやりましょう。じゃあ行きましょう。大きい声にならないと何度でも何度でもやりますからね。早くやれよ、ここで5分使っちゃうから。あんたこけてもう3分くらい使ってんだ、早くやんなさいよ。じゃあ行きますよ、ボリース。ちっちゃいね、ちっちゃいね、まだちっちゃいね、まだね、本当に5分使っちゃうかな、本当5分使っちゃうから、はい、もしかしたら1日使わせてもらうことになっちゃうかもしれない。行きましょう、行きましょう、ボリース。ちょっとね大きくなりましたね、もっといきますよね、もっといきますよ、はい、ボリース。おお、いい感じですね。地声出すんじゃない。そうね、これがいつもやりたいもんでね、はい、これがいつもやりたいもんで、はい、地声出さない。地声で形成できますね、今日ね。時間ないから、ね、いいですか、はい、今日ね、彦根初めてですけど、彦根なんですよ。どうですか、ここはね、ゆるキャラの聖地ですよ。そうですね、ご当地キャラの聖地ね、ひっこにゃん、ひこにゃんね、かわいいですね、かわいいですね、ひこにゃんね、さっきまでひっこにゃん見たんですけど、ひこにゃんね、やっぱすごいオーラがあるね。あ、ヒコニャンのオーラがすごいんだ。ヒコニャンはね、あ、ちょっといいですか。ヒコニャン、ヒコニャンってさ、ふっかちゃんみたいなイントネーションになってるからね。ヒコニャン、つ入んないの、つ入んない、ヒコニャン、ヒコニャンね、ヒコニャン、はいはい、ヒコニャンのオーラがすごい、オーラがすごいんですよ。あ、なるほどね。まだね、ちょっと残像が残ってますね、さっきのオーラの残像が。残像残ってる、うん、どんな感じだったの。そう、白と緑ね、白と緑、頭からほら、うん、なんか生えてるよね。あ、なに、あの冠かぶってんだよ、ヒコニャンは。うん、赤やネギかな、あれ。なに、ネギ。ネギ。ふっかちゃんじゃねえかよ。見たの、ふっかちゃんだよ。ふっかちゃんか。ふっかちゃんだぞ。ふっかちゃんか。ふっかちゃんでしょ。あれ、じゃあヒコニャンは？だからヒコニャンは、にゃんこです、にゃんこ。ちゃんと突っ込めよ、お前。にゃんこです。何、お前。お前がここ風書いてあるっていうとこ飛ばしたんだ今。ちゃんと打ち合わせ通りやりなさいよ。はい、すいません。まあ、今日はあのステージね、こことあと向こうにもね2個あるんですよね、はい、そうそう、向こうにね、そう、今頃菊池くんがやってますよね。そう、菊池くんが今頃ステージやってますんでね。菊池くんもね面白いキャラなんですけどね。そう、菊池くんといえばね、ちょっと毒舌キャラで、そうそうそう、カモンダスワインなんてね言っちゃってるようなイメージですけれども、倒したとこ見たことないですけどね。そうね、ただね、先日あの須崎でね、はいはい、ちょっとボリが首痛めてたんですけど、うん、はい、その時に菊池くんが、うん、いつもだったらね、うん、ナンバーショットとか言ってるのに、はいはい、うん、大丈夫か、優しい、菊池くん優しい、あれ面白いなすごい優しかったんですよ、菊池くん。あの営業妨害で訴えられるからね。とりあえず菊池くんの話もういいじゃない。菊池くんといえばさ、錦糸町の話よ、錦糸町、うん、錦糸町の話しなさいよ。菊池くんの話でしょ、だから菊池くんじゃって、何ですか。頭にほらメロングマ乗ってるじゃない。メロングマじゃ、メロングマじゃないから。メロン？で、菊池くんの話いいから。夕張り？ちょっと待って、ちょっと待って、夕張りなの？ちょっと待って、5分経ちました。嘘、5分経ちました。あ、何やってんだ、あなた。おい、菊池！菊池じゃないよ、やめなさいよ。菊池くんの話してたら時間なくなっちゃった。まず、くんつけなさい、くんを先輩だからね、菊池くん。
敗戦ですね。ちょっと、はい、ちょっとね5分使っちゃったんですけどね、菊池くんの話しかしてない。じゃあちょっとね最後にちょっと金賞 PR しなさいよ。はい、金賞の PR というよりもね、はいはい、今ボリ恋人募集中なんですが、先ほどちょっと縁談話をいただきました。何ですか縁談話。ビワちゃんと。え、何？ちょっと今ドキドキしてます。ビワちゃん。はい。なんでビワにドキドキすんだよ。なんでフルーツだぞ。時間だぞ。まあね、こんなキャラなんですけどね、一人初めてなんでね、ぜひブースの方にもね遊びに来ていただけると思います。以上キンボリでした。ありがとうございました。ありがとうございました。